ちらは小学校の屋上に太陽光発電設備を設置した現場です。この太陽光パネルで発電された電力は学校内のモニターで常に確認できるようになっており、子どもの自然エネルギーへの意識啓発を目的としております。私はこの工事で竣工までの管理を行いました。このような設備を屋上に上げるにあたりまして大きな重機も入ってきますので日程の調整等に注意を払いながら工事の方を進めていきました。このような設備を設置することによって、環境への意識が少しでも高まればよいなと感じています。